似ていると言われて一番嬉しかった有名人、一番嫌だった有名人をそれぞれ教えてください。あー似てるねって言われて嬉しかった人は、これは顔が似てるって意味じゃない気がするんですけど、ローラに似てるねって言われたのは嬉しかったです。多分その時私ずっとオッケーってやってたので、ローラだねって言われてました。で、似てるって言われて嫌だったのは江戸はるみさんですね。江戸はるみ、今多分調べるといい感じのマダムって感じなんですけど、その絶世期の時はグー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 みたいなことをずっとやってる人で、なんか変な人っていうイメージだったので、似てるって言われた時はちょっと嫌でしたね。下着はどういう状態になるまで履きますか？またどういった方法で処分していますか？どういう状態まで、ゴムが、出るような時とか、下着履いてて下着が下がってくるとかかな。あと色がデリケートゾーン部分のところはちょっと汚くなる時があるんですよ。なのでそこまで履き続けたら捨てるかな。で、処分の仕方は、ハサミで細かく切ってた時もあるけど、そのまま捨てる時もあるし、あまりにもこれは下着っぽいなっていう布地だったら、中身の見えない袋に包んで捨ててます。一度だけ愛人関係を結ぶならいくらで引き受けますか？彼のルックスは普通です。なぜその金額なのか教えてください。でもね、気持ちが入ってないエッチだと嫌なんですよね。でも5万枚だから嫌だな。10万円もなんか微妙だし、50万円ならちょっと考えるし、100万円だったらね、1回だけでしょ、一度だけだったら別に100万ならね、好きじゃなくてもいいかって思います。100万円だったら欲しいもの買えるし、100万円だったら愛人関係結んでもいいかなって思います。はい、というわけで女子部屋でした。マイとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしてますね。